重大報告のその後、いろいろ考えましたが、手術をしたいと思います。その前にやるべき準備があります。先に皆さんにお伝えしたように、ラビーが我が家に来て10日目に心臓が悪いと診断されました。すぐに売り主に連絡しようと思いましたが、契約書を確認すると1年以内に死亡もしくは先天性疾患がある場合、代替券を準備すると記載がありました。まるで物扱いですね。ネットで売り主を検索すると、同じ頃に購入した人のコメントがありました。3日目で死亡したが連絡がつかない。バルボウイルス感染で重篤な状態などなど、連絡が取れない、連絡がついても返信が来ないなどなど、対応が最悪な売り主でした。初めに診察してくれた獣医さんは、よく考えて連絡を取ってくださいとアドバイスをしてくれました。診断がつかないうちは連絡ができないと思い、このコロナ感染緊急事態宣言が落ち着いて、心臓専門の獣医さんの病院の診察を受けるまで考えることにしました。消費者センターや司法書士さんと電話相談をしました。契約書は売り主側の一方的な表現が多く、太刀打ちできない感じで記載されています。しかし売り主には、飼い主に普通に生活できるラビを提供する義務があります。契約を鵜呑みにしないで権利を主張してくださいとアドバイスをもらいました。とにかく連絡がついて、相手の売り主と話せなければ話になりません。何度も連絡しても通じなければ、内容証明付きで書面にて送ることも考えました。そして心臓専門の獣医さんに検査診断をしてもらいました。結果は肺動脈管改造症と診断されました。手術費用は50万円前後がかかります。予想した金額よりは少なめではありますが、すぐに返事ができる金額ではありません。家族として迎え入れ、愛情も深まり、諦めることもできません。すでにラビを迎えるにあたり、それなりに出費もしています。初めは売り主に連絡をするのをやめようかと思いましたが、ラビーを助けたいし、どうにかしたい。やっと決心して電話をしました。1度目は通じません。1時間して再び電話をすると、明るい声の女性の人が対応してくれました。私も明るく、5月に子犬を購入したものです。相談したいことがあり、契約時に対応してくれた A さんはいらっしゃいますか？初めから責任者と言ってははぐらかされるかもしれないと思い、面識のある A さんを指名しました。すると、すみません、A は食事に出かけています。私がお話を伺いしますと言われましたが、伝えると返事が来ないかもしれないと思い、いえいえ待ちますよ。契約時によくしてもらいましたし、お帰りになったら連絡くださいと伝え電話を切りました。3時間後に連絡が来ました。A さんはどうしましたかと話してきました。
詳細を説明しました。手術をしないと1年半しか生きられないこと、費用がかかることをしっかり説明しました。すると、やはり契約書の内容を伝えてきました。購入後は一切の責任を問わないと主張してきました。私はそれは消費者契約法で無効になりうる事項であると伝えると、次に代替券の提供を進めてきました。ここで少しカチンときました。私は声が大きくなって、司法書士さんが言っていた普通に生活できる子犬を提供する義務、それを果たしていないと伝えました。加え、ワクチン3度も実施している獣医さんは心臓病を疑わなかったはずがないと心臓専門の獣医さんに言われたことも伝えました。これは可否担保責任が売り主にあることも説明しました。ここまで説明して、やっとオーナーと相談させてくださいと言ってきました。2時間後連絡が来ました。こちらからの提案は2パターン。1つ目は売買契約を解除し全額返金するが、子犬の飼育は私たちに一任するというものです。2つ目は見舞い金10万円と、万が一死亡する事項があれば代替券を準備するという、この2点でした。代替券は全く望んでいません。今のラビがいいんです。たった1ヶ月ですがラビーには癒され楽しませてもらっています。後日診断書と検査結果を添付し売り主に渡し、話は決着しました。ここまで来るのにもやもやしながら、ラビーの健康が守られることを祈りながら、やっとこの売り主さんとの決着はつきました。あとは手術日まで少しでも体力がつくように、食べて遊んで寝てもらうだけです。今回のことから、ちゃんとしたペットショップを選ぶこと、このような特例がある場合はペット保険は加入してよかったなと思いました。